アナクレオンは古代ギリシアの叙情詩人である。酒飲みと消家で著名。後に旧華小詩人に加えられる。小アジアの臨海、イオニアの都市、テオス川口近くのトラキアの沿岸に逃亡し、植民地やブデラを建設した、と思われている。アテナイで長い間よく知られており、ベリクレスの地畜産ティッポスと共に、アクロポリスに像が見られる。テオスのコインにも盾ごとを持った。 立像、座像が描かれている。1835年、サビーニ地区で見つかった大理石像はアナクレオンだと言われている。アナクレオンは古代イオニア方言で詩を創作した。すべての初期叙上詩のように、作品は通常縦ごとによる音楽に合わせて歌われた。アナクレオンの作品は読書家で歌われたものが多い。エンサイクロペディアブリタニカオンライン。ありがとうございます。